ピーター・グライムズ作品33は、ベンジャミン・ブリテン作曲のオペラ。台本は、モンタギュー・スレーターによるもので、ジョージ・クラップの詩、街の一節である、ピーター・グライムズが原作である。ブリテンにとって、最初の本格的オペラである。1945年6月7日、ロンドンのサドラーズ・ウェルズ劇場において、レジナルド・グッド・ウォールの指揮により初演された。 第二次世界大戦が終了した直後で上演も大成功を収めたことから戦後のオペラ界に大きな影響を及ぼすことになった。イギリス国内ではロイヤルオペラハウス、国外ではスカラザやメトロポリタン歌劇場でも上演された。録音、映像はブリテン式、ピーター・ピアーズ主演のものをはじめとして複数残されている。 日本初演は1956年東京三 k ホールにて森忠史式2機会メンバーによる2012年10月には新国立劇場で上演されている作中の感想曲6曲のうち5曲が独立した組曲4つの海の感想曲作品 33A およびパッサカリア作品33ビットに編曲された作曲者 生誕100周年を記念した2013年開催のオールドバラ音楽祭では、オールドバラの海岸に野外セットを組んで上演が行われた。ブリテンとその親友ピーター・ピアーズは、クラップの詩を読んで深い感銘を受け、1941年夏にこれをオペラ化しようと思い立つ。二人は自ら物語を構築し、その過程において、クライムズのキャラクターは、 複雑なものへと変わっていった。クラップの原作においては明確な悪感であったのが、無慈悲な運命や社会による犠牲者へと変化したのである。もっとも、どちらが実像であるかの判断は聴衆に委ねられるところも大きい。ピアーズが意図的にピーター・グライムズ役となり、ブリテンはジョーン・クロスに演じさせるためにエレン・オーホードのキャラクターを作り上げたとも言われている。この作品は、 同性愛の抑圧についての偶意物語と呼ばれたが、ブリテン自身のこの作品の要約はより単純なもので、社会がより残忍になれば、人もまたより残忍になるというものであった。当初の台本においては、グライムズと少年たちとの関係は明らかに少年愛的なものであったが、ピアーズがスレーターを説得して、台本から少年愛的な描写のほとんどをカットした。このオペラは、 クーセビツキー音楽財団の委託で制作され、ロシア出身のアメリカの指揮者、セルゲイクーセビツキーの妻、ナターリアの追悼のために検定された。村、架空の漁村。クラップの故郷であり、後に、ブリテンも住むことになった、イングランド東海岸の町オールドバラと似たところがある。時代は1830年頃。フルートに、オーボエに、クラリネットに、ファゴットに、 コントラファゴット、フォルン4、トランペット3、トロンボーン3、チューバ、ティンパニ、打楽器、チェレスタ、ハープ、弦5部。その他、舞台裏に、クラリネットに、打楽器、独奏バイオリン、独奏コントラバス約2時間30分オーケストラのみで演奏され、オペラでの声楽のパートは省かれている。なお、以下の他に、第3幕、第2枚の感想曲もあるが、 独立した作品にはなっていない。楽曲の構成と内容について、ブリテンのシフランクブリッジの公共組曲、海との類似性が指摘されている。レナード・バーンスタインが最後の演奏会で取り上げたなど、オーケストラの重要なレパートリーとなっている。オペラの第二幕、第二倍の感想曲である。ザスカラップ四つの海の感想曲に関するカテゴリー、 パッサカリアに関するカテゴリー、ありがとうございます。